清洲町、渡し津橋の北、室町、三地域の中間、西西和井町、東海道新幹線、JR 東海道本線の古線橋を越えて東へ進むと終点の大岩町、愛知県道386号、平井室大岩線は愛知県と川市から愛知県と橋市に至る一般県道である。平井町、室町、大岩町の三つの地域を通る。 豊川市を起点として、豊橋市の市街地近郊を北西側から西回りで南東方向へ半環状に結ぶ路線である。他の道路との重複などのため、右左折する箇所が多い。前線にわたって二車線、または一部が車線区分のない道路である。豊橋市室坂津町付近では、狭硬な住宅地を強路で通過するほか、豊橋市豊橋、 野牛川南部土地区画整理事業区から小浜町交差点にかけては大型車同士のすれ違いに注意を要する箇所が存在する。沿線住宅地の整備に伴い歩道を併設した広幅軸間、往年の住宅街を抜ける歩道のない区間等、通過地点により路面状況が変化する。豊川市急小坂井町から豊橋市、二川方面へ、 住宅街を中心に結ぶ生活道路であることから、交通量は多く、国道1号、国道259号等との交差点では、慢性的渋滞が、時間帯を問わず発生する。ありがとうございます。